総務省は今年で50回目となる情報通信白書を公表しました。 QR コードの活用で経済データの記載などを省略するなど、ページ数を大幅に減らしています。今年の情報通信白書では、固定電話からガラケーやスマートフォンなどの変遷に加え、アナログ放送から地デジやインターネットの急速な普及などを振り返っています。またネット上の誹謗中傷やフェイクニュースへの対策や、太陽フレアの影響により最悪の被害として携帯電話が2週間通じなくなる可能性など、電子情報と合わせる形で記載されています。今年の情報通信白書、去年の分厚いのに比べますとこんなに薄くなっています。今年の白書には QR コードが記載され、スマートフォンをかざすと詳細な資料にアクセスできるなど工夫を凝らし、ページ数も半分以下にスリム化しました。